ボニーです、SM バーで働いてて、今プロ目指して、格闘技してます。戦いたい相手は殴り合いが好きなので殴り合いできる選手がいいです。でもボニーさん経歴すごいですね。20年以上やってるってことですよね、格闘技トータルだと。そうです、はい、では次の方お願いします。ミレイと申します。前回のブレイキングダウン6に、参加してたんですけど、まあ、全カットされちゃって、で、まあ、本当に悔しくてラストチャンスをつかみに来ました。で、まあ、前回言えなかったんですけど、将来自分のアパレルブランドを持つことが夢で、で、ブレイキングダウンと出会ってその人生を変えたいっていうきっかけをもらえたんで、きっかけを与えられるようなお洋服を作るっていうのが今の夢です。戦いたい人いるんすけど、いいすか言って。なんでそこにいんの？マジで。まあ投票で選ばれたからじゃないですか。腹はちゃんと痩せました？はい、どうぞ。なんすかこのプルンプルン。このプルンプルン、可愛くないですか？結構これバズったんですけど。で、同じ極真で。あ、極真やったんですか？そうです。で、見たことあるんで、同じ会場にも多分いたんで。マジですか？まあ、だからとりあえずやりましょう試合。本当に強いんですか？で、世界は8位までです。おお。いや、なめてるっしょその顔。だってじゃあチャンピオンですよ私、世界チャンピオン、うんうん、これですけど。はい、こっち勝つ気で来てるんで。でもあなたの今の経歴を聞いてやりたいとは思わない、正直。なんで？だって私より明らかに弱いじゃないですか。まあ一旦自己紹介全員終わってないから、一旦全員自己紹介を、ま、聞いてから考えてください。はい、次の方。スポーツを100倍楽しむならBBET。対戦結果を予想して当てろ。BBET ならスポーツベッティングでもっと熱くなれる。今なら新規登録するだけで無料でベットができる。ブレイキングダウンの他にも様々なスポーツを展開中。あなたは誰にベットする？信頼度、満足度、注目度ナンバーワンの BBET に今すぐ登録。